海を舞台に行われているイベントや取り組みを紹介する海と日本プロジェクトインサガ。さあ今回はこちらです。魚をさばいて食べることで海の環境や食文化について考えてもらおうと、さばける塾が今年も開催されました。今回さばくのはイカ。こう素材から見てですね、やっぱりこう自分でこうきれいにこうさばいたりですね、切ったりしてそれを食べるんですから、次の時もこうやって食べようかってなります。まあ、中にもですね、なんかお魚を釣った子もいるしですね、お家の中でこうさばいていらっしゃると思うんですよ。好奇心持ってされるからですね、ものすごくあの海とかそういうものにですね、関心が持つと思います。10組の親子27人がイカを使った料理を作ります。中には初めて魚をさばくという子どもたちも。イカの足とかの抜き方楽しい。魚がさばけるようになったりするところ、魚というのがこう身近にさばけるということで、子どもがこう感じ取っていって、魚をこう食べてくれたらいいなとか。慣れない手つきで作ったのはイカバーグ、イカの掛け合え、イカ飯。いただきます。はい、どうぞ召し上がってください。料理を通して海や魚への関心が深まりました。海をきれいにするためにゴミを捨てないようです。小さな心がけが美味しい魚が育つ海を作ります。海と日本。